五冠末期、長く続いた漢王朝の世は斜陽の時を迎えていた。漢安の跋扈と外戚の戦王、それら政体の腐敗と天変に困窮する民、誰もが苦しみ嘆き憤り、今日に続く明日が見えずにいた。そんな中、太平道の教祖張覚が神道を率い蜂起。その動きは瞬く間に各地に広がり、一大反乱となった。後に言う黄巾の乱である。朝廷はこれを鎮圧すべく討伐軍を結成、各地で軍友が立ち上がる。そんな中、ここに三人の男が立つ。劉備、あざなお玄徳、中山聖王の末裔を称し、民の苦しみを嘆く男。そして劉備と義兄弟の契りを結んだ二人の豪傑、関羽と張飛。大きく時代が動き出す中、男たちは戦いへと踏み出す。いざ、劉玄徳、大志を掲げ進まん。おったく、ちゃんとしてくれよな。しかし、彼らは飢え、苦しみ、涙した果てに立ち上がった民である。それを…やれやれ、そんな調子じゃ、さっきの誓いもすぐに破れちまうぞ。いかにも、我らの兄者となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああ、そうであったな。我ら志と命を一つとし、この武、この義で乱世を打ち払わん。行こう、我が兄弟たちよ。黄巾党の領袖張覚を倒す。乱を鎮圧し、平穏を取り戻すのだ。まずは討伐軍本隊と合流する。黄巾の将を討ち尽くすのだ。前進あるのみ。おお、兄者、ありましただ。義勇兵の者らか。これは我らの本陣に迫っている。本陣が陥落して前進、我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。おお、よく来てくれた。なんだ、幽兵、さっさと戦え。助けてもらっておいて偉そうによ。霊媒してみるすな、よくとく。後引きは民の乱を収めるだけだ。この俺が相手だ。何だ、瞬間。
は引く。敵将討ち取ったり。均等など所詮この程度よ。気に押しつぶせ。置いてくれ。この乱は夕日への足がかり。我らも遅れを取るでないぞ。ここからは二手に分かれよう。私と行くとは東、院長は西を取る。ああ分かったぜ。東ってことは討伐軍の本体の方だな。助けてください。仲間が御金刀に襲われているだ。彼らは軍港を立てねばならん。民などに構っている暇はないわ。目の前騒乱に泣く民が。どう救わずして何が大義か。おお、ここで援軍とは。戦を分かっておるようだ。見事だ。お前の戦に見入ってしまったわ。なんだ、こんなところまで来やがって。俺の楽しみを邪魔するんじゃねえ。ありがとうございました。助けてくれるなんて、こんないい人だ。デイン、力あるモンマンを使わせたまえ。これを受け取ってください。戦乱に苦しむ民を救うことができた。これこそ私が進むべき道だ。
邪魔はさせぬ。乱を起こし民を苦しめ、何が光だ。この竜玄徳が成敗してくれん。この天の理想を解せるならば我が最大の術を食らうがよい。天よ、我に力を。岡本を討つ裁きのイカズチや。妖術を使い続けられたらこちらが不利だ。隙を見て攻撃し、奴の集中を妨げるのだ。兄上の邪魔はさせぬ。我らの最後の力、三浦よい。一撃は満ちた。今ここに行く土はあれ。おお、一挙は無事だったか。兄さんの欲得も無事で何より。よっしゃ、三人揃ったところで裏玉大使と行こうぜ。大したもんだぜ兄者。それで死した天がよみがえるとでも思っておるのか。天など私には分からぬ。そして私はお前を斬ることも民を罰することも望まない。世を乱したことは罪。しかし人の心はそれを許すこともあがなうこともできよう。太平道の教祖張鶴よ、お前は棒を捨て心で民を支えよ。なんというそなたは皇天をも超えゆくものか。ならば我はそなたの導きに従おうぞ。おお、なるほど、ということだもんな。くっ、甘っちょろいこと。いや、これでよい。見よ、民の喜ぶ顔を。はは、なるほどね。我らが長兄竜玄徳の歩みはここから始まるのだ。劉備ら義兄弟の活躍により張鶴は倒れ、黄巾の乱は収束を見た。しかし世の乱れは収まらず、時代はさらなる混迷へと突き進む。黄巾の乱から5年、都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき専横を極めた。その無法を断罪すべく河北の名族袁紹らが決起。各地に檄を飛ばすと打倒董卓の連合軍結成を呼びかけた。劉備は官室の危機に義憤を覚え、義兄弟と共に連合軍に加わる。そして劉備はそこで張雲と名乗る若き勇士と出会う。関羽と張飛、そして張雲、劉備に惹かれ男たちが集ってくる。打つべきは董卓、義憤と董氏が寒風すさぶ古老館に逆まく。
長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。お前たちが劉備の義兄弟か。我が弟弟子はいささか頼りなかろう。お前たちで守ってやってくれ。私は長子龍、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。丁寧な挨拶痛み入る。拙者は関雲長、兄劉玄徳に従い参った。劉玄徳殿、大徳の御陣と伺っております。共に戦えること嬉しく思います。共に非道なる董卓を討とうぞ。これが打倒董卓のために集まった将たちか。この中から英雄と呼ばれる者も現れような。私がこの連合軍の名手、袁本初である。我が友軍として戦うこと光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。兄者、すげえな。こいつらみんな袁紹の檄文で集まったのか。正確にはあそこにいる曹操殿の計らいらしい。だがどれだけの者がいようと関係はない。我らはただ兄者の大使を支えるのみ。ああだな。俺たち兄弟の力、天下に示してやろうぜ。あの劉備なる男は好天をも超えゆくもの、迷える民を導きうる存在よ。我はあの男に力を貸すべく参った。本陣の守備は我に任せておくがよい。おう、民を救いたいがためにあの檄文に応じたと。はい。そして私は中山聖王に連なるも、この官室の危機に黙ってはおれませぬ。ふん、官室か。劉備よ、お主は官室の行く末に何を見る。何をとおっしゃいますと。兄者、出陣の用意整い申した。ほう、並々ならぬ武勇を感じさせる男よ。どうだ、出陣の前に一献。お言葉だけありがたく、今は目の前の防衛を打つが先決。さあ行こう。逆進董卓を討ち、民に笑顔を取り戻すのだ。逆進董卓を討ち、官室の遺恨を取り戻す。全軍進め。まずは止水艦を突破せねば。我々は西側から進軍するぞ。本陣の守りは我に任せるがよい。我が天を超えし者よ、赤の塔を撃つのだ。我々が一番乗りだ。だが突出はできん。友軍を待つとしよう。邪魔よ。兵団が滞るのは、変わらんな。
負けるぜ。孫権殿の軍が苦戦しておられるのか。軍長か、よくとく我らで援護に向かうぞ。加勢してくださるとは、助かりました。素晴らしいご活躍、お見事です。はめられたか。運長が来ていたか。
が共に戦ってくれるならば安心だ。よくやってくれた、運長。光沢殿の命によりここは通さぬ。いざ今日文言がお相手いたそう。だけを示す時計炎上で貴殿のような武人に出会うと我は関雲長尋常に勝負と参ろうぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。この丘は堅牢な石碑。力を合わせねば破るのは難しいだろう。軍長、やっと。お前たちはこの丘前の敵を頼む。これ以上あんたらに進まれたら困るのに。ここらでお引き取り願おうか。天命、味方が投石攻撃を受けています。五郎館前へ進軍できません。投石だ。まったくどじで兄者うまく止められるかね。兄者とあの長軍なるものならば心配あるまい。我らは完全な敵に専念しようぞ。やってくれるぜ。さすが兄者だ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。よくやった。その働き覚えておく。なんという武勇。よし、投石機を奪取できたぞ。
ザーコ、こいつやりやがる。ご助成いたす。リュービル、あなたの光ここで消えてはなりません。さよう。我ら全ての力を合わせ攻略の輩を打ち砕かん。少しは楽しませてみる。なんという強さだ。2がかりでも抑えきるとは。あの魂の我らの目的は董卓の終末である。不要な戦いは避け落葉へ向かえ。濡れるだけの雑魚。おい、この俺がひねりつぶしてやる。戦の対局のため今は引かせていただく。いずれまた心ゆくまで武を競おうぞ。劉備、お主はこの戦の先に何を見る。もはや董卓を切ったところで世は収まるまい。私が願うのは民の平穏です。そのためには戦の道を持ちしません。私は自力一切なり兄弟に恵まれた。彼らと共にこの志を遂げるつもりです。他者との絆を己が力と頼むだが小物とは思えない。真の男よ。天空の良い通りに現れるとは面白い。わしが相手になってやる。うわあ、クズどもめ、貴様らには灰しか残してやらんわ。なんということだ。すまん、町を焼くとは。もうダメだ。みんななくなっちまっただ。その首もらい受ける。いざ。なんという武勇。敵将討ち取ったり。逆の輩ユースマジ本軍長が義の刃を本軍に受けてもらおう。一人で力任せとは下手くそな戦じゃの。貴様ごときがわしを倒せると思うたが。牽制に溺れ世を乱す逆臣董卓よ。これ以上の暴虐は許さぬぞ。誰じゃ貴様は。わしに立てつくやつは逃がしてえじゃ。おう、運長が来てくれたか。お前が共に戦ってくれるならば安心だ。おけれ、このままここで崩れるわけには。猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。この混迷の世、劉備は数年にわたって流浪することになる。その中で劉備は徐州を治める董賢を助け曹操と交戦。徐州に入ると劉備はその人望から董賢に徐州の地を託される。その後呂布に徐州を奪われるも
曹操と共闘し、これを討伐。再び助手を得るも、今度は帝から曹操暗殺の密命がもたらされる。しかしこれが曹操に露見。曹操は劉備を討つべく軍を起こした。劉備と曹操の運命は複雑に絡み合い、劉備を表舞台へ駆り立てる。劉備、関羽、張飛は曹操の猛攻から徐州を守れるか。